皆様こんにちは、山芋です。可愛いですね、アイスクリーム。この子たちに新食じゃない、新しい味が来るということで、今日はね、ルーレットと新しい子を引きたいと思います。ではルーレットの方、これ最初のやつですね。はい、見てください。私一番最初から金の苗が当たっちゃったんですよ。これはもう幸先がいいと言っても過言ではないですね。はい、でプレミアムですね。最初はね、ちょっと入らないでいきます。見て、これ大当たり。これはね、もうテンション爆上がりだったんですよ。で、あ、これさっきの金の苗ですね。私のファーストアイスクリームはこの子でございました。はい、青色のいちごちゃん、ありがとうございます。かわいい、かわいいですね。癒しでございます。いや、かわいいわ。いや、アイスクリームもともとかわいかったんだけど、色が違うだけなのになんでこんなにかわいいのか。はい、嫌ですね。大きな苗大きな苗でしたね。まあこういうことになるんですよね。仕方ないですね。はい、はい、仕方ない。で、これはね、欲しいチケット、残念当たりませんでした。はい、次参りましょう。これはまあ当たりでも何でもないかな。中身、中身ですよ、中身。これは当たりでしょ。最初に花って結構良くないですか？欲しいじゃん、花。これはありがたいと思う。はい、キューブ。うん。まあまあ。はい、次もね、プレゼントボックスの開封でございます。さあ、何？これはまあまあ100個入ってればね。いきます。ルーレット。なんか最初ない当たったけど、あれからなんかね、音沙汰が。あ、これ一周です。かわいい。朝顔だ。しかも青だ、最初から。これめっちゃ良くないですか？いいじゃん。あれ？プレミアム書いてなくないですか？なんか上に報酬みたいな、なんかこれでもかってぐらい出てたのに載ってないですよね。まあ押したら出てくるんだ。まあこっちの方が入ってない人はいいですよね。なんかイラってするもんね。お前買えよみたいな。まあ買う人減るかもしれないけど、やめる人が減るよね、ピクミンブルームをね。これは探知機が欲しいです。探知機が欲しい。あー、また大きいやつ。困る。仕方ないですね。はい。うん。はい、キノコ2個壊していきました。朝顔かわいい、頭ついてんのね。かわいい。キューブだったけど、かわいいから許そう。はい。さっきの苗どうしようかな。抜こうか。はい、こちら金の苗。今度は黄色でございました。どんなお姿でしょうか。かわいい。なにこれ、高級感あるじゃん。高級アイス屋さんやん。めっちゃかわいい。え、めっちゃかわいい。やばいね、アイスやっぱり最強やん。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、じゃじゃーん、見てください。アップで見るとなんかいつものお花と違って偽物感出てますけども、まあいいですね。あ、バグってる、バグってます。これ AR バグですね。たまになるんですよ。あ、でもちょうどギフトの子が、ありがとうございます。ギフト、もぐささんがポストカードで新しい子で、みゆさんが、ごめんなさい、どっか行っちゃった。あ、いたいたいた。あ、白、なんかぐちゃぐちゃになるな。白の新しい子だ。え、めっちゃ美味しそう。なにこれ、かわいい。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃかわいいやないですか、白。え、いや、新しい子いいね。このマーブル具合がいい。31に行きたくなるお色でございます。このバグってんのやばいっすよね。AR。
たまになるなと思ったけど、今日ちょっと激しめですね。いや、赤も欲しい。でも今んとこ2色ね、2匹がちょっと被らず来てるんで、ゆっくり集めていきたいと思います。かわいいなこれ。朝顔もさ、私結構運よくゲットできてるから、ちょっと楽しくイベント進められそう。あ、かわいい。待って、酔うねみんなね。ということで、バグっちゃった AR の映像でございました。ではギフトの方見ていきたいと思います。はい、先ほどのミュウさんの白ピクミンちゃんです。かわいい。いや、かわいすぎるでしょ。白ピクミン欲しい。なんか前の時のアイスが多分上限がギリギリで、そんなに数いなかったんですよね。なので今回はいっぱい集めたいと思います。もぐささんもありがとう。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me. But someday, our roads have crossed before.From the line when you left your final word, believe the following weeks I'd understand I will never be that close to someone again. The further I go, the closer you will